パッチギ。ラブピースは2007年5月19日公開の日本映画。監督は、伊豆津和幸。エグゼクティブプロデューサーは、リサカイ、2004年に公開されてヒットした、パッチギ。のキャストを一新して迎えた、続編的位置にあたる作品。スポーツ放置の映画担当記者がその年度最低の映画や監督を選出する、ヘビー・イチゴ賞にて、 本作の伊豆津監督が2007年度の監督賞に選出されている。前作の1969年の京都から5年、70年代の東京を舞台に、その後のアンソンの一家を中心とした在日コリアンの人々の生活と、前作では描かれなかった父親世代の姿を描いた物語である。前作のエンターテインメント的な物語展開は抑えられている。キャッチフレーズは、 生き抜くんだ、どんなことがあっても。1974年当時の世相、ファッション、流行等が垣間見える。また、在日コリアンが直面していた差別の場面が数多く登場する。また、アンソンの父の回想シーンでは、オールドカマーと言われる在日異性が若かりし、頃に故郷であるチェジュ島から強制連行されたとし、日本軍の南方戦線である。 ヤップ島へ送られていく中で懸命に生き抜いてゆく、朝鮮人という設定となっている。ザ・フォーク・クルセダーズ、サディスティック、ミカバンドを率いた加藤和彦が前作に引き続き音楽を担当し、イムジン側を印象的に使われている。またエンディングのあの素晴らしい愛を、もう一度では藤井隆とチャンスを演じた今井裕樹も参加している。当初、キョンジャ役には、 前作と同じく、沢尻エりかを予定していたが、出演を誇示されたため、新たにオーディションで選ばれた中村ゆりが演じた。また同じく、アンソン役も、前作の高岡葵始めから、新たにオーディションで選ばれた伊坂俊也が演じた。伊坂は監督の激しい叱っにさらされながら、慣れない、関西弁と挑戦後にも、果敢に挑戦し、息子の命を救おうと突っ走る若い父親の、 焦燥感を大当たりで表現した。なお、中村は本作公開中に自身が在日コリアンであることを明かした。冒頭の駅での乱闘シーンは、前作の鴨川の乱闘シーンを超える300人の出演者やエキストラが参加した。1974年の東京都江東区江川。アンソンとその一家は、病にかかった息子チャンスの治療のために、京都府からこの町に引っ越してきた。 アンソンは、ある日、駅のホームで、京都時代からの宿敵近藤と遭遇し、彼が率いる、大学応援団と、朝鮮高校生との大乱闘に巻き込まれるが、気のいい国鉄職員の佐藤に助けられる。佐藤はその争いが原因で国鉄を首になって、しまうが、アンソンの家族とも親しくなり、妹キョンジャに、ほのかな思いを抱く。キョンジャは、ある日ホルモニアの手伝いをしていたところに偶然に、 客として居合わせていた芸能プロダクションの関係者からスカウトを受けたことをきっかけに芸能界入りを決意する。しかし芸能界への一歩を踏み出すもののなかなか芸能界独特のしがらみに馴染めない。そんなキョンジャに対して声をかけてくれたのは自然体で業界に染まらずにいる先輩俳優の野村だった。やがてキョンジャはそんな野村に迷いながらも惹かれ始めていく。 一方チャンスの病状は次第に悪化し、医師より日本では助かる術がないと宣告される。アンソンはアメリカでの治療にかかる莫大な費用のために無謀な計画を立て、佐藤を巻き込み立った二人で愛する者の命を救うために危険な仕事へと突っ走っていく。この映画の撮影のために関東鉄道のキハ350系機動車4両が京浜東北線をイメージした。 スカイブルーに塗り替えられた。内容については、映画レビューサイトなどでは、フィクションであるとはいえ、あまりに史実を無視し、視点が在日コリアンの主張にのみ変更している、ことから否定的な意見も多く、多方面で様々な議論が沸き起こった。産経新聞では、日本人が戦前においてはいかに残虐で、また今日においてもいかに差別的であるかを強調し、日本人であることが嫌になる内容を持つ、 徹底的な反日映画であると評した。映画評論家の北川玲子は、この作品は一方的に日本人に死をぶつけてくるばかり。監督の思い込み、勢いだけで作った暴走映画と言いたくなる。日本映画というより在日映画であり、反日映画ですねとの感想を述べている。また、週刊、文春の映画表でコラムニストの中野緑は、 ある種の公式見解に縛られすぎでは、人物像が類型的で話に自由奔放さが感じられないとし、翻訳家の柴山美紀夫も、上官描写があまりに類型的との感想を述べている。元在日韓国人三世の帰化者、浅川明宏名古屋大学専任講師は、鉄道によって日本人と在日朝鮮人の間にある川や、対立を意図的に設定しているばかりか、 それ以上に、日本人と在日コリアンという二者の対立、さらには対決といった、極めて二分法的な世界を描き出そうという試みに、他ならない伊豆津氏の対立や対決を必要以上に強調する姿勢は、現実の日本人と在日コリアンという二者の状況を反映したものではない。むしろ、伊豆津氏は意図的に対立や対決を絶造し、先導しているように思える。 すなわち、日本人と在日朝鮮人の間の対立軸や差別構造を鉄道まがいに再生産し、それによって、そうした状況に対する異議申し立て者としての立場を自ら作り出そうとする意図があると批判している。伊豆津は、この映画と同時期に上映された、俺は君のためにこそ死にに行くについて、上映前から戦争の美化映画等と酷評しており、俺は 君のためにこそ死にに行くに出演していた、久保塚洋介等から、映画を見てから評論してほしい。見る前に言うやつは、アホなどと反論された。ありがとうございます。